それでは、ウェス・モンゴメリーの、Fly Me to the Moon の、ソロを解説してみようかなと思います。ソロはワンコーラスだけなんですけれども、まあ、この頃の、ね、ウェス晩年のアルバムではよくあるんですが、ソロはワンコーラスだけとか、ほとんどソロがないとかね、それも全部オクターブ奏法でやってるのが多いんですね。この曲もそうなんです。まずこのもうシンプルな、モチーフから始まります。これをねちょっとリズム的に変える。ですね。で次が F メジャーに行く前なんだけど、これは C のオーギュメントみたいな感じね、だから C7 フラットサーティースみたいな感じを弾いてるわけです。でアルペジオしてる F メジャー7ナイスのアルペジオですね。で次がで E7 Am に行くようなフレーズを弾くわけですけど、 この音は E7 フラットナイス、あ E7 のね3度ですね。でクロマチック使ってる、なかなか面白いフレーズですね。その次は A7 Dマイナーなんですけど、こんな感じだから、フラットナイスのアルペジオっぽい感じのフレーズのドミナントモーションで、Dマイナーに行きますね。9小節目。これアルペジオ。この音に行ったことで G7 に行った感じが出てます。次が面白いんですけど。これかっこいいですね。感じになってますね。 C だから C メジャーのとこなんだけど、こうあえてブルーノートって考えるか Em7 フラット5みたいに考えるか B フラット7 A7 みたいな感じにしたとも言えますね。でこの音で終えるわけですよ。これは A7 のシャープイレブンス、 C から見るとブルーノートなんですよ。これをやることによってなんかねおっと思わせるわけです。このようにウエスはすごくテンションの音をメロディックに使うのがうまいですよね。コードスケールはこんな感じになりますね。で次ここで Dm にいくわけですね。これが、13小節目で、その後はアルペジオで、よくウェス・モンゴメリーやるんですけど、オクターブ奏法でやるのでみたいに同じ音 をなんかね、こういうのは弾きやすいから、オクターブで奏法の時はやりやすいんじゃないかなと思います。と言ってもかなり難しいですけどね。でちょっとクロマチックなのを入れて、でこれはこうダイアトニックなメロディーで、ね、同じように、後半部分もミレドラってこういうのを繰り返しから言ってます。モチーフ展開です。このフレーズはかっこいいですね。サーティスフラットサーティス C7 って言って、それでこれもこういうのバラードとかで使いたくなってしまいます。で F メジャー行って、これはどうなってるのかな、
もうなんか A マイナーに行くのを考えてる感じですね、F メジャーの時から。このなんかテンションなんかうまく拾ってる感じ。で次完全に A のアルペジオしてます。それから次が2号1の箇所なんですけど、クリシェみたいなフレーズ、 Dマイナー、 Dマイナーメジャー7、 Dマイナー7、こういう感じ。ここも Em7 フラット5の感じを強調してる。こうか。で Dm いって、これこういうマイナー7、2マイナーのアルペジオみたいな、サブドミナント。で、最後はブルージーに決める。このようになってるわけですが、もうあまりに見事なワンコーラスのソロでも、こんなのですね、アドリブでできるっていうことがもう、あまりに脅威ですね。それで、オクターブソロで言ってるともうなんかもう、なんか迷ってる暇がないんですよね。まあ僕はまあ大して上手くないっていうのもありますが、よどみのないこうメロディックなフレーズっていうのはもう本当にただただ簡単、感動いたします。素晴らしいワンコーラスのソロだと思います。それでは最後にですね、ちょっとオクターブ奏法のことだけ、軽く説明してみましょうかね。僕は、まあ、いろんな弾き方あるんですけど、基本的には、3弦1弦は、人差し指、小指、左手はね、から4弦2弦もそうしてます。で、5弦3弦と6弦4弦の時は、人差し指と中指にしてます。やる人もいるんじゃないのかな。よくそこら辺は分かんないです。で、先ほどもちょっと言いましたけど、オクターブ奏法で弾くときは結局ある意味こうやって一本で弾いてるみたいなもんなんですよ。ね。だから横の向きがやっぱり重要になりますね。だからこれをかなり練習するというのが重要になります。それからやっぱりオクターブ奏法で弾きやすいフレーズっていうのがあるんですね。ウェス・モノメリーとかよくバラードなんかでもやりますけど、例えばアルペジオみたいのこうレバラドシソミって今弾いたんですけど、そこをルルルル、もちろんこうね、こんなの全然早く狩れば弾けるんですが、それをあえてこう同じ音を2回ずつ弾くとかね。だから四分音符で弾くやつを2回ずつ弾くのも、でもオクターブ奏ってもうサウンドがこう厚くなるので、意外にそういう単音でやったらいまいちかもしれないんだけど、オクターブ奏で入るってことはあります。あとアルペジオなんかでちょっとこうなんかこうやってアルペジオみたいなな、こういうようなものはやりやすいですよね。まあ練習がいりますけど、それから、右手なんですけど、右手は僕はもう思いっきりこうやってなんかギターカッティングみたいに振ってますね。で、だな。いや、マジして。
というこんな感じに動かすのでやってるんですが、ウェス・モンゴメリーの映像とか見たのは、最初に見たのは40ぐらいの頃なのかな。見てびっくりしましたね。あの人こうやって全然手動かさないで、これ指こんな風にやってるわけですよ。僕全然弾けないですけど、こうやってすると、まあ多分ね、ここの指のなんかこう材質が違うんじゃないかって僕は思うんですけどね。もうちょっと厚みとか肉の感じとか、とても私にはできませんけどね。まあでももちろん人それぞれなんでね、自分の中でまあオクターブ奏法やるやらないの選択もあるし、できるね、もちろんピックで弾いてもいいし、いろんなやり方があると思うんで、皆さん自分に合ったやり方を試してみてください。今回はウェス・モンゴメリーの Fly Me to the Moon に挑戦いたしました。まあ、あんなもんでしょう。もう私は到底ウェス・モンゴメリーのオクターブ奏法みたいなのはできませんが、ちょっとね、一応解説つけたんで、感じ分かっていただけたかなと思います。もしね、ご要望でもあれば、他にコピーしたものでもやる機会も、ひょっとしたら、あるかもしれませんので、また、楽しみにしていてください。今回もご視聴どうもありがとうございました。